ってきます。この雨が降り続くと土砂災害発生の危険性が高くなります。道路には雨が溢れてきてスリップしやすく、最後は1時間に180ミリの記録的豪雨です。日本で降った時間雨量の最大記録は昭和57年7月23日、長崎県で187ミリを記録し